始まってますけどあの、はい、始まってますけどお姉さん、インスタグラムねお互い解説したんですけど、すごい見てるんですよ。ねえねえ、企画やるって言ってんじゃん。インスタ今日始めてさ、はい、ということでね、ちょっと今回ですね、ちょっと映っちゃってんのこれ、もうグダグダすぎんだ。はい、今回いろんな YouTuber さんももちろんやられてる企画なんですけども、NG なしでいこうかと。NG なし？うん。いいよ。こちらでございます。こちらでございます。こちらでございます。コントラップって結構昔からあるんですよね。あるよ。知ってる？知ってる知ってる。私これ中学1年生の時にクリスマスパーティーで一回やったことあるんですよ。おい、バージンじゃねえのかよ、ざけんなよ。ええ、ちょっと待って、クリスマスパーティーでなんでこんなスキベなんだったの？そこに男いた？いなかったです。あ、いなかったらしいです。いなかったです。いなかったらしいです、はい、女子だけでやりました、これは。ほんと？確か、確かね。ちょっとあのバージンじゃないみたいなので、はい、僕はもう完璧なねダイヤモンドバージンですので、ちょっとこれをやろうかと。あのね、有名なね、バンユンさん、あの人たちをちょっと動画参考にしたらですね、お互いに引き合ってたんですよ。わかります？シャッフルして、うん、お互い先行後攻決めてシャッフルして、それを引いてってやるっていう感じなので、なるほど、ね、ちょっとなんかそういう、ね、そうシンプルにそうやってたので、うん、ちょっとね大先輩の方、ちょっとお会いしたことないですけども、うん、ちょっとそちらを参考にして今回やらせていただこうと思います、うん、まあこれぐらいだろう、うん、できますよ。いいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ先行後攻決めて。高校じゃあ先行ね。じゃあ僕からいきます。はいはい、どうぞ。じゃじゃん。10秒間異性と抱き合うでございます。異性いくよ。例えばちゃんとこっち見ていくよ。1、2、いただそう。4、5、6、7、8、9、10。背中が折れるかと思った。はい、じゃんじゃん。10秒間右隣の人を膝枕。ガサガサ。ちょっと早い早い早い。1、はい、行きましょう。はい、次行きます。はい、ドロー。鉄板の決め台詞。そこの可愛い子ね。じゃん。え、これタイタニックポーズ。タイタニックポーズ、はい、やりましょう。え、違ってない。いや、でも私がやりたいのはそうじゃない、そうじゃない。もうそうじゃない。いや、だからそうじゃないとかじゃないけど、タイタニックポーズはもう終わり。膝の上で。はい、絶対俺引いちゃいけないやつだ。3サイズ発表。じゃあいきます。今までに付き合った人数を発表。もう指出ちゃってんだよ。でも5人ぐらいかな。あ、5人ですか、うん、5人ぐらいですか、ね、なんかね、りちゃんモテてたみたいで、なんか結構あれでしたね。何だよ、いいね、モテたの。中学生の時は恋について知りたい年じゃないですか、まあ、年頃じゃん、ね、だから付き合うとか何っていう感じだったんですよ、はい、なんでもう告白されて好きになってみたいな。あー、なるほどね。感じで好奇心の方が勝ってた。そう、好奇心の方が勝っていましたね。わかりました、じゃあいきます、はい、好きなタイプを発表。はい、猫耳メイド巨乳。はい、じゃあいきましょう。はい、じゃあ次いきます。恋愛話。はい、初恋は幼稚園の時だったんですよ。動物園にいたチンパンジーに恋した。違うって本当その男の子はよく遊んでたんですよ。で、本当私その男の子のことが好きでだけど、中学校に上がったとったらやっぱ学校が違くなっちゃう。ああ、違くなっちゃって、それで違う学校になっちゃって、すごい寂しい思いをして、うん、その時にあ、恋ってこんなに甘酸っぱいんだなっていうのをあの小1の時に知りました。甘酸っぱい。恥ずかしい話。はい、小学校3年生の時にあの、うん、チャリンコ誕生日もらったんですよ。でアメリカから取り寄せたもので、もう初めてのマウンテンバイクみたいな超かっこいいので、その時になんかうちの姉がいるんですけども、姉の友達が玄関にいたもん、うん、で俺がおーみたいな、これ決めるしかねえなと思って、何も用ねえのに助走つけてめっちゃジャンプしたら、うん、サドルにはまんなくて思いっきりあの棒のところに球をパーンってやって、でこのまま伸びてめっちゃ笑われて、そのままドコ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 ってこのまま行って、あの 2,3 分してぐらいで帰ってきたの。え、どこ行ってきたのみたいな話になって、いやもう普通にみたいな、うん、っていう話です。次いきます。はい、激ヤバ愛の俳句を発表。はい、575でなんかりんちゃんポエム書いてたみたいなんで。なんだって575じゃなくてもいい。いいよ、なんでもいいよ、うん、恋すると盲目になる愛の怖さ。
以上、友蔵の俳句。意味わかんないよね。全員と熱いハグ。あエルも一緒だよ。はい、欲しい子供の数発表。2人ですかね。最高だった話。初めてりっちゃんが俺の家に来て、じゃあ寝よっかみたいな感じで寝てたんですよ。でまあ、ぼーっとしてて、僕は上向いててりっちゃんは横向いてたんで、こういうふうに。で俺がそのままこっち向いてちょっとチュッてした時、いや最高だったな、あれ。え、覚えてない。ひどい。隣の人とツーショット写真。理想のデートコース発表。おお。待ち合わせは夜車でおしゃれなバーに連れてくって、結構なんかいろんなお酒飲ませて、そのままじゃあ夜景見に行こうかって嘘ついてラボに行く。もういろんなお酒飲ませてって言ってる時点でダメだ。はい、じゃん、ロボットダンス。ベリーダンス。じゃん、うなじを見せる。うなぎ。女王様カード、足の匂いは嗅がせる。誰に、私。あ、ダメだ、 NG になっちゃうんだから。早く早く早く感想。なんか湿ってる。左の人に10秒間くすぐられる。1 9 10。わ、これエロいね。左の人から耳に息を吹きかけられる。でちゃんと頼むよ。え、あの、ほんまらんとか言わない。はい、行くよ、行くよ、行くよ、ちゃんとエロいやつだよ。行くよ、早く早く。左の人の指定したところにね、キスをする。じゃあ、ほっぺた、ほっぺた。おほほほほ、ついちゃった、ついちゃった、ついちゃった。じゃあ行きましょう。はい、アプリを一つずつ消す。はい、はい、消しました。はい、じゃあ次行きます。はい、じゃん、女王様カード、異性のお尻をペンペンする。ペンペン。行きます。はい、やばいこれ。何？異性の頭の匂い。はい。あー、くっせえ。嘘嘘。すげえいいね、シャンプーみたいなやつ。はい、とりあえずおへそを見せる。だって、はい、見せて、あ、みんな見せて。はい、おへそやばいでしょ。 NG なしだから。ちょっと待って。じゃあ行きます。はい、3 2 1。じゃあこのキス顔を見せる。はい、キス顔。はい。1枚脱ぐ。はい、脱いでください。ちょっと待って、うん、この人はヒートテックなんだけど。いや、しょうがない、ヒートテックだもん。本当に言ってる。ヒートテックでしょ。うん、あ、大丈夫だな。ヒートテック大丈夫。まあ、とりあえずヒートテックになりました。はい、はい、ヒートテックです。はい、ということでね、ちょっと面白かったね、はい、めちゃくちゃ、ね、全部やっちゃったね、これ。あ、そうだね、うん、ちょっと全部やっちゃったんですけど、ちょっと面白いなって思ったところを抜粋したカットになってます。いやー、なんか久々にね、笑ったわ。ね、なんかさ、面白いね、こういうカードゲームも。そうだね、カードゲーム面白かったわ。うん、まあ、ということでね、はい、もし皆さんなんかの恋人だったりね、夫婦だったり、ちょっとマンネリ気味だったり、いろいろとかしたら、ちょっとこういうのをやって、ちょっと高ぶってください。高ぶってください。うわーって。はい、ということで、最後にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは、アディオス。バイバイ。